안녕하세요웅짱 TV 의웅짱미오마이입니다今日はね、実は時間の関係上、動画を撮った後にご飯を食べる予定はなかったんですよね。でも、まあ、やっぱりね、ちょっとせっかくやしっていうことになりまして、今からね、ご飯を食べてみようと思うんですけど、いつもやったら僕がね、作って一緒に食べるじゃないですか。でも今日は本当に予定なかったっていうこともありまして、前、サンキューチキン食べたり、ネネチキン食べてみたりっていう形で、出前を頼んで韓国料理を食べたりしてたんですけど、今日は何を食べるかという話になりましてですね、もうすでにもう頼んでるやん。まだ、あなたが食べたいっていうことで頼んでるやんね。バレた。まさかのまさかね、ザ・グローリー見てたら、今日はかな、主人公とね、ここにね、ユズミ入ってる、あの人が、ソロンタン食べるのを見て、それが食べたいということになりましてですね。シンプルにお腹空いてたから、すっごい美味しそうに見えて。見ながら見たしね。で、まさかね、ウーバーイーツ見てたら、ありまして。もう先ほどね頼んでしまいまして、今ね僕らの元にエリックさんがねいるその紹介エリックさんが頑張って今チャリでね届けていただいてるっていう状況ですけど、もうすぐしたら届くと思いますんで。マリさんはちなみにソロンタン食べたことありますか？初めてです。そうですよね、こういうね情報もありまして、じゃあもうせっかくやしウンチャン TV もまた撮りましょうかっていう感じになりましたね。私も初めてです。え、そうなん？じゃあ なんでドラマ見て美味しそうと思ったの？美味しそうやったよ。味も知らんのに、うん、なんか想像できるやん。俺みんな食べたことあると思ってた。ないない。あれだけサムゲタンだけちょっとまた違う味だと思うよ、うん、すげえすげえタイミング。はい、来ました。楽しみ楽しみ。まあこの形はねもう多分そんなか、もうちょっと匂う、うん、ちょっと匂いする。わーお、わーお、あ、めっちゃいい匂いした。おお、こんな形で来るんや。ねえ。うん。なんか量がそんなになんか多いっていう感じには見えへんな。確かにね。私が頼んだのはご飯とキムチのセット。なるほどね。こんな感じで来るってことやな。イエス。なるほど。え、まゆさんも同じ感じですか？同じです。うん、あ、ほんまや、めっちゃいい匂いする。まあ、マジであれですね、本当にシンプルな感じで来ましたね。で、僕は一般ソルロンタンに肉増し、うんうんうん、ね、牛肉たっぷり、ね、肉たっぷりって書いてる、たっぷりって書いてる。おお、これも同じ感じやな。うん、うん、本当にシンプルの。マイさん初ソルロンタンですね。ちょっと緊張するそのままこんな感じなの？まあこんな感じですね、うん、でもうん、やっぱりちょっと量は少ない感じかな。なんかぷよぷよしたのが入ってるのかな、これ。何が入ってるか分からんくて。まあこれは食べないから確認しましょう。じゃあ食べましょうか。はい、ジャムクスンだ、ジャムクスンだ、ジャムクスンだ。ペロリみたいな、ほんまに。塩加減とかどうなってるんやろ。おお、これうんちゃんしか分からんもんね。そうや、確かに、うん、いただきます。どんな感じやろ。あ、うまー。おお、うん、うまい。わー、とろっとしてるんやね、ちょっと。おお、確かに確かに、おいしい。とろっとしてる、うん、うん、おいしい。めっちゃうまい。おお、うん、あの最初ちょっと量少ないし、うん、ちょっとバカにしてたけど、え、めっちゃうまい。うん、美味しい。めっちゃいい感じに味濃いね。しっかり韓国式になってる。あ、そうなんや。美味しい。初ソルロンタン美味しい。うん、もう僕は向こうでいつも食べてた通り、最初からねご飯入れちゃうんですよ。なんなら向こうでは入ったまんま来るパターンも非常に多いんで、いいよ。うまい、美味しい。ミオも初やしね、うんうん、と思ってた通りの味。でも思ってたより味が濃かった。うん、もっと優しい系かなと思ったら、うん、しっかりガツンとくる感じやったから、うん、これテイクアウトでこれぐらいやったら、これ実際に店で食べたらもっと美味しいかもしれない、ね、確かに行ってみたいね、うん、やっぱり店でねドッペギーの真っ赤に入ったまんま出てきたら絶対もっと美味しいと思うんで、ちょっとほんまに期待してなかった分うまい。確かにね、一回ちょっと量でちょっとだけ落とされて器でかすぎるよね。でも韓国やったらこれぐらいの器にもう本当にパンパンになる感じ。あー、そうなんや。値段的にもそれぐらいでくると思ってたもん。ありがとう。チームファンまだまだあるから、うん、大丈夫。ミオがパイタンって言ったからそんな感じで思ってたけど、なんか思ったより結構濃くてトロッとしてる。ソルロンタンって言ったら牛の骨あるじゃないですか、うんうん、あれをくっつ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 
して、その骨から出てきた旨味をこういう風にしたって感じなんですよ。そうなんや。これ作るとなると大変ですよ。しかも今ね、ガス代がもうバカなんない感じになってきたんで、ミオ、ありがとう。感謝された、うん、あ、ザ・クロリありがとうっていう、うん、あれではうどんが入ってたの？あこではそうめんが、あ、そうめんか、うん、入ってたんですけど、うんうん、韓国の店で食べると結構な確率でそうめんあるんですよ。なるほどね。で、韓国の店とかやったらこれにプラスでいろんなね、野菜とか一緒に出てくるわけなんですけど、うん、特によく一緒に出てくるのが角的。あー、最高やって。そうなんや。実はドラマでも出てたんですよ。スプーンで食べてたね。確かにね。ほんで途中で味変的に角的の汁をここに入れるんですよ。うまいわ。美味しそう、確かにこの普通にキムチを入れても美味しそうやもん。うん、もう全然あり。ほんまにでもラーメンの汁ぐらいこってりあるね、うんうん、このこってり加減は本当に店によって全然まちまちなんで、うん、これはこってりな方なん？あっさりな方なん？でもどちらかというとこってりな方、うんうん、ですね。もっとあっさりしてる店もあります。あ、お、まえさんもご飯入れたんすね。入れました。美味しい。入れた方が美味しい。おー、うん、え、韓国もこんなシンプルな、何も入ってないな、肉いるくらい。いや、本当にシンプルな方ですね、この料理は。なんで韓国やったら結構ね、啓発絡みの映画とかにこの料理めっちゃ出てくるんですよ。あ、そうなんや。実はみんなでも見たことあります。でも警察系で言うとエクストリームジョブ、チキンめちゃめちゃ出てきましたけど。あのシーン覚えてますか？アジョシで、アジョシ、うん、中国語通訳しようとしておったぽっちゃりな子だったじゃないですか。うん、いた。あの子とウォンビンさんが一緒に捕まってきて、うんうん、お腹空いてるんですけど夜食食べないですかって言って、うん、その後電話かかってきて出た時の様子がなんかご飯まみれになって、うんうんうん、なってた。あのご飯がこれです。まさかの浴びてる系。食べてる系じゃなくて浴びてる系か。絶対分からんやん。浴びてたわ。ってことは警察に連行された時に出てくる料理。ああ、そういうこと。日本でいうカップ麺ね。ああ、そんな感じ、そんな感じ。キムチ、うん、キムチ入れた？入れた。私もそれしよう。うわ、入れちゃった。いいね。うわ、そんな負けてられへんわ、そんな。やば、俺より先にやっちゃったよ。まあ、またちょっと味変わる、うん、おいしい。いい味変、うん、おいしい。おいしい。言ってない、言ってない、言ってない、言ってないよ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。そっか、しょうが残るんや。うん、うまい。味変わるね、うん、うん、これはこれでおいしいやろ。うん、おいしい。え、でも、あ、汁入れてへんわ。汁入れてるやん、忘れてた。汁いるんじゃないこれ。もちろん。今のこのキムチとキムチの汁とご飯入れた状態が一番美味しい。おお、うん、まえさん向こうでもしこれ食べたら、うん、最初からもう入れて食べたら全然いいと思いますよ、うんうんうん、あとそうめん食べてみたい。おお、韓国でもこれは外食？外食ですね。家で食べるのはまれ。ああ、僕ん家はよう食べてました。でっかいこういう鍋買って。やば、そりゃもう料理系 YouTuber も生まれるわな。邪魔すんな、邪魔すんな、邪魔すんな。いや、これは発見やな。うん、うまかった。美味しかった。最初バカにしてすいません。量がね、やっぱり韓国で見てた量じゃなかったんで、うん、と思ったけど、うん、味はしっかりうまかった。美味しかった。あとはもうさっき見たのを食べてるっていう事実もめっちゃ最高やった。いつもやっぱ、うわ美味しそうやな、いつか食べたいなで終わるのに、見てすぐ。今日一日を通してドラマを楽しんだみたいな。確かに。素晴らしい。今後もね、いろんな料理食べていきましょう。さっきどうやったっけな。カップの料理しようとしてる。そう。じゃあ、イモヨさん、ヨギカジゴヨ、ザイヌンとタムヨさんとベトナムさんになる。せよ。一人でなんか変な食べました。お酒入ってたから、マッコリやった。マッコリはあったんや。マッコリに米入れてキムチ入れてたら、私が挨拶したら酒飲んでる説すぐやるよ。シラフ飲んでない。これワンカップでしょ。